長唄の越後獅子ですね、三味線と歌で演奏する曲ですが、これはもともとは踊りの伴奏として書かれまして、江戸時代の話ですけれども、中村歌右衛門という歌舞伎役者がいた。で、ライバルの坂東三五郎という人が、七変化舞踊とかいうね、踊りの演目をやっていて、これが大当たりしていて、客をそっちに取られていると。これはいかんというのは、自分もね、その七変化舞踊をやるので、急いで曲を書いてほしいというふうに、杵屋六左衛門という人に、依頼したようなんですね。でもうとにかく時間がないので、ありものの曲をつないできて一晩で完成させたっていうんですけれども、でその中には地唄、当時大阪の方で流行っていた越後獅子というね、違う曲のメロディーを、そのままこう引用してきて、その他にもいろんなこう流行の曲をそこにつないでいったと。でそれが逆にですね、聴いてる人からすると耳なじみの旋律がたくさん出てきて、心地よいということでヒットにつながったのではないかとも言われています。長唄をピアノで演奏するというね、変わった趣向でありましたけれども、編曲者についてですね、この楽譜にはアルファベットでクレジットされていまして、K. 小山というふうに書いている。
で、これおそらく間違いないと思うんですけれども、小山清重という作曲家の手になるものだと思われます。で、この小山清重さんという人は日本の民謡に題材を取ったオーケストラの曲なんかをたくさん残していまして、代表作として管弦楽のための小引き歌という曲がね、有名です。この曲は、私が子供の頃は小学校の音楽の鑑賞教材になっていたぐらいですけれども、で、この越後獅子に関してもですね、吹奏楽のための越後獅子というアレンジを残していまして、こちらは結構ポップな感じのね、アレンジでしたけれども、今日のピアノ版の越後獅子は割合こう、シンプルな感じでしたね。で、この越後獅子という曲はですね、西洋においても日本の音楽の代表例として、よく知られていたようでありまして、プッチーニの蝶々夫人の中に引用されてくるんですね。蝶々さんが歌う節がそのまま越後獅子のメロディーになっていると。だからプッチーニもこの曲知っていたっていうことがよく言われているんですが、もう一つね、よく私たちの間で話題になるのが、プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番の修学章の最初の部分のモチーフっていうのが、まあ日本風のね、確かにこう、前日で始まる。これが越後獅子だっていう話なんですね。で、プロコフィエフは、来日したことがあるので、その時にその越後獅子を聞いたんじゃないかと。で、それをそのままここに引用したに違いないというふうに言われていたんですけれども、どうやらこの説はね、信憑性が低いと今では言われているようです。